スタートやけでいよいよ準決勝がスタートします。予選通過順位が上の高桑選手から、まあ、先手でスタートするかと思われます。まあ、おそらく2人ともデッキが分かっていると思うのでそれを見越したキープをしていくのではないでしょうか。特に先手で取った高桑選手の方は積極的に縛るカードを、さあ西への踏むから、はい、機内のルロット、モノロットですね。強力ですよね、これね。まあ、これいろんなデッキ刺さるんですけど、嵐にはあんまり刺さらないカードですね。うん、なるほど。ただ相手がモックスからの動きに依存している場合、特に1ターン目闇の腹心出すために、うん、モックス、土地、ボブっていったような動きをやってくると、うん、スタックスが非常に苦しいんで、それを止めに行ったところでしょう。うん、そこで森を持ってきて、シゲレのシャーマン。そうですね、このシゲレシャーマンにはこのヌルドと関係がないと。はい、でこのシゲレのシャーマンが本当にそのスタックス相手に強いカードなので、うん、さあ、ミシュラーズワークショップから5マナ煙突。この動きは強いですね。煙突水尾で割れないので、うん、下手なことしてしまうとこれ1枚で勝負が決まってしまいかねないので、うん、でここでうまく何か返してドライゴンプレデターあたりが出せればかなり有利になるんですけれども、うん、どうでしょうか。さあ、ここでフェッチ逆に出せないと、まあ、この煙突でじわじわと締め上げられてしまうということですね。最近メインにはトライゴンプレデター、あのレオボルドが来た分トライゴンプレデター入ってないっていうパターン結構あるので、さあ、でここに闇の土地はいいですね、うん、リソース増やしつつあるんで煙突のリソースの削りに追いつく可能性が出てきました。ここ で, あでもここで絡みつく鉄線は強いですね。絡みつく鉄線出して、さあ、絡みつく鉄線こうなってしまうとそうですが、ここでブレインストーム渦巻くチですね。はい、まあ、とりあえずちょっとこの絡みつく鉄線は止めに行かないと非常にまずいことになるのが見えているので、うん、あでも不毛の大地があるのでいいですね、うん、不毛の大地相手のワークショップを割ってしまって後続を出せないようにすればいずれ煙突は自分で自身を逆らないといけなくなってしまうんで、さあ、この3マナ出る土地、もうびっくり土地なんですけど、こちらミシュラーズワークショップというね、これもヴィンテージならではの、はい、ランドですよね。なんで3マナ出るねんっていうね。アーティファクトにしか使えないんですけれども3マナ出ると、まあ無色なんでアーティファクトですよね。無色マナがなんと3マナ出ると、まあこのカードがあるせいでまあ茶色がめちゃくちゃ強いでいった状態になってますね。そこで宮城選手にターンが返ってきますが、ここで、まあ、はい、まずは煙突で1個さくらせた後でダングルワイヤーで寝かすっていった解決の順番を高川選手は選ぶと思うので、なるほど、4つタップさせた後にということですね。はい、桜せた後に4つタップさせるっていう、ね、なるほど、細かいところのテクニックなわけですね。はい、まあ、この順番ミスってしまうと相手に浮かずにマナが立ってしまって なるほど、なかなかないのでこの順番がかなり難しいんですよね。うん、で何を避けるか、ここが非常に難しいですね。うん、ちょっと私もハンドが見えないので何とも言えないんですが、これはまあ宮城選手かなり分岐点なところなので、うん、まあ森でしょうか。森を割ってスタックで何か割れればいいんですが、ただここでタングルワイヤー割ったところで寝てしまうのは変わらないので、うん、いや難しいですねこれ、うん、私も墓荒らし使ってたので、うん、これは本当に悩ましい当局ですか。あの基本的にシギレイとボブを守りきれさえすれば勝てるマッチアップであるんですけど、うん、ここでミスってしまうとあのうっかり相手のハンドから不毛の大地が出てきて残りの土を割られるみたいなことになってしまうと一方的なゲームになってしまうんで、うん、さあ、ここは水尾で割ってきましたね。でまあ、このターンは寝てしまうので、うん、ここで煙突が解決ですね。煙突解決しましたか。しぎれをここで池に捧げる前かな。あ、闇の腹心を池に捧げましたね。はい、あ、まあ、マナベースを取りに行かないと。なるほど。で、おそらく不毛の大事ワークショップ終わるでしょう。出てきましたね。そこはターンエンド。で、ヌルロッドを探って、
でここでスカウンター、フェアしましたね。行きました。あ、ここでただ世界のルツボを高川選手引いたので、ただこれ難しいんですよね、うん、追加の土地引かないとルツボがうまく回らないので出せないですね。さあでお互いこれ非常に難しくなったんですよね。さあこの煙突の上のすすカウンター分両プレイヤーがアップキープにパワーネットイケンス下げると、はい、2つイケンス下げましたね。でここで宮脇選手側が何か出すと、おそらく高倉選手は煙突だけ残して2つ削るっていうのをやってくるので、次のターンおそらく煙突とヌルロッドを削って変身、あ、煙突残しましたね。しかも増やしてきましたね。ちょっとすいません完全に予想外でした。これで1回もう盤面がさらになったと、はい、ここで煙突が墓地に行ってまた1からということですね。さあここでディスカードランドがなくなってしまったんですかね、宮城選手。そうですね。さあここで世界のルツボ、あっとこれはカウンターできなかったぞ。これはちょっと大変なことになってしまう。高桑選手の他のハンドにもよるんですけれども、うん、まだ不毛な大地が落ちてないと思うので、まだなんとかなる可能性はありますね。ただこれ時間経ってしまうといずれ高桑さんの方が何か引いてしまってゲームセットになりますね、うん、でワークショップ復活して、これで一気に6マナーですが、はい、フィニッシャーが出ました。フィニッシャー、はい、2-1 ですが、もうこの局面でフィニッシャーですよね。はい、これはカウンター。ちょっと後引き伸びるっぽいところがありましたね、うん。サムのロットもう一度置いて、お、宮城選手途中をようやく引き入れて、ね、ちょっと駆使地権持ってきたくないところではありますよ ね、 ただ相手の墓地に不毛の大事がない の、うん、ないのでもう割り切っていくしかないといったところでしょう、うん、しげれを2枚目もう1回出したところでしょう、うん。こうなるとルツボがものすごく強いですね。でそしてカラスクテッセン、スビアブレジスタンスも出すでしょう。でアーボーグの効果で、まあ、ダメージを受けないようにして出してエンドでしょう。これもまた宮崎選手頭を抱える徹底して拘束されてますね。こうなってしまうとこれ何回も使えるタイムウォークみたいな感じで動けてしまうので、うん、そして煙突デッキ名の由来にもなっているこの煙突ですね、はい、で次はルツボがあるんでひたすら自分の土地を削っていやらしいですね。おそらくこれもう投了コースでいいのではないでしょうか。ちなみに私が墓嵐側なら投了しますね。一応フィニッシャーの確認をさせていただいて、うん、これはもう試合前に森田さんがおっしゃっていた、もううまくスタックス側がはめたパターンといった感じですね。一、はいね、回抜け出せそうな局面はあったんですけど、うん、ちょっと後続の土地を引けてなかったところがちょっと辛かったですかね、うん、こうなってしまうとさすがにといった感じですかね。スフィアボレジスタンスとヌルロットで、うん、もうあのハスからの大逆転もできないという状況になってしまっているので、さあここでもう完全にでもうこうなったら1で維持した後で、うん、あもういらないよとさあ3なる放球でスフィアでウィルもできず、うん、できず単なる放棄をね、恐ろしいですからね、はい、これ全ての1位か3位かの小坂全部3になってしまうとね。でこれもほぼ詰みですね。あと何もできないと、フィニッシャーを確認して投了っていったところでしょう、うん、このスタックスのフィニッシャーというのはやはり何種類かあるんですか。あのさっき言ったファイレクシャーの破棄者だとか、うん、ミシュラズファクトリーだけですね、ほぼ。なんかミシュラズファクトリーが基本的に心を追って勝つデッキだと思っていただいた方が分かりやすいかもしれないですね、
ああでここ ハンド見ていい、うん、ああでああ見ていいっていう、ハンド見られたくないから投了しますっていうのを誘導したのかもしれないですね、うん、ただ投了はしないぞとお前の勝ち筋を見せろとただおそらくミシュラズファクルトリーもしくはファイレクシアの伯爵あたりで出た殴り始めたらもう投了するのではないでしょうか。さあこの魔術炎眼透明眼ですか、はい、これ最新のカードですけどやはりヴィンテージでも使われてきていると。そうですね、神髄の針と違って1マナではないということで、あの精神的つまずきされないというのが非常に、うん、なるほど好感触で、あそこもいいわけですね、はい、でただ2マナってなってしまうと出遅れてしまうとそのバザーオブバグダッドに間に合わないということがあるんで、うん、やっぱりそのデッキによって使い分け、引き続き神髄の針使うデッキと、うん、例えばこういうエルドラージだとか、まあ、ワークショップ使うデッキだと魔術透明眼みたいな使い分けする段階になってますね。なるほど、さデッキ数えてますねまあ勝ちしてる見せるか見せないかっていった戦いになってますね、うん、さあここで宮脇選手が投了、まずは高川選手が1本取ったんですね。ただシルエルドラージ側もサリアから難題の予見者ってやったら大体のコンボデッキを粉砕できるので本当にどちらかの回り次第っていったところですね、うん、さあ宮脇選手2本目スタートですが、オックスエメラルドからフェッチランド、さあそして高桑選手がワークショップから神聖神髄の針魔術透明眼ですね。これフェッチをうかつにフェッチをあ、うん、と見せてしまうとフェッチを指定されてえらいことになりそうなんですが、うん、なるほどこれハンドに不毛が見えた不毛の大地指定なんですよね、うん、ここはフェッチを指定してきますか。そうですね、まあ、特に他に指定するものも特になくて、うん、あーっと確かにこれでそうなんですよね、こと自然の要求が見えますね宮脇選手。ただここで使っていいものかって言ったですよ、ね、本当は ここにこいつに使いたくはなかったはずなんですよ、うん、もっと他のね強力なアーティファクトに使いたいというところだったでしょうか、はい、おそらく高桑さんのデッキに入っているアーティファクトの中で魔術透明眼でもうハンド見ただけで役割半分終えてる形なので、うん、一番弱いレベルのアーティファクトだと思うんで宮脇さんの方としてもなるべくなら使いたくなかったけど、うん、ちょっとフェッチされる指定されるの予想外だったのか、うんうん、ここでアサルなんで、でちょっとさっき見えてなかったカードなので、サカルミスクテセンですね。で不毛の大地を置いてエンド。今回の絡みつく鉄線はそこまで強くなくて高桑選手の方も全部寝てしまうんで、うん、そこまでインパクトはないですね。で今度は宮脇選手の方も土地を順調に引いているので、うんうんうん、さらにプレインズウォーカーのバックアップもあるぞと、うん、おっとでもこれは強いですねこれ6点コストですか、ストリップマインですか、ね、ストリップマインですね。さてこれ寝かすのがまた難しいことになってまいりました。アサルナンデーとモックスエメラルドはほぼ確定で寝かしていいと思うんですけど、うん、あアサルナンデー立たせました、うん、私に行くという感じですかね。ここはまだ立たせて何かシギレか何か引いた時にケアした方が良かったんですけどね、うん、今まさにちょっとシギレ引いてましたね。でここでおそらく世界のルツボ出してウィルを切らせに行くでしょう、うん、さすがにこれは切らざるを得ないので、うん、ゲームでなくなってしまうので何でも破壊できる露天交渉が場に出ている状態でさすがにこれはカウンターしたいと。さすがにカウンターしないとちょっとゲームが終わって しまいますので。そしてフィニッシャーのミシラーズファクトリーを出てきましたね、
ミシュラスファクトリー墓荒らしがこれがまた止まらないんですよね。2-2と地味なんですけど、うんうん、でさらにアサルナンデを立たせる、アサルナンデはあまり立たせない方がいいんですが、うん、なんかアタックしに行ってますね。スタックスに対してはパーマネントどんどん展開して相手の絡みつく鉄線を弱体化させるのが一番効果的な戦い方なんですね。そのあたり引き落としたスタックスとあまりやり慣れてないのかもしれないですね。あれスタックスってのは結構クロウド好みっていうか、うん、MUD とは全然違うデッキなので、あくまでファクトワークショップは使うけど違うデッキっていう位置づけなので。さあここで発明博覧会、そして抵抗の補給絡みつく鉄線で、はい、でこれでもう強烈ですね、はい、さハンドに私入れもちょっと出せなくなってしまうという場面で、うんうん、はい、まあ、とりあえず保険でストリップマインは食べますと。スタンダード11時の部第2ラウンドのペアで第2ラウンドの試合がこれで終了いたしました。こうなってしまうと不毛の第一で、うん、あの霧深よりも割りに行って相手のあれを立ちに行くといったことになってしまうので、現在スタンダード17時の部第3ラウンドのペアリングをオンライン並びにポイントを完璧に発表いたしております。これで今高桑さん何マナ出るのか、あでファクトリーフィニッシャーが殴りに殴り始めました。殴りに来ましたね。2-2フィニッシャーが。さあここで速報が入ってきたんですが、北野貴寿選手対飯野明選手の試合は北野貴寿選手が勝利して、レクターコンボが決勝に進出ということですね。で もろに絡みつく鉄線に縛られまくって、さあもうフィニッシャーが殴りに行っているということはもうこれはそうなんですよね、うん、さらに発明博覧会も出ていると。この発明博覧会の一点原因が墓荒らし側には結構きついんですよね。なるほど。墓荒らし側は一気に削るってことができないので、うん、さあもう静かに2点クロックを刻んでいきますが、まあ、このあと当然ないとというところなんですが、これはあとビダル犬の宇宙着ですね。あなるほど、これが出ると一体どうなってしまうんですか。ですね、まあ、スタックス側はルツボとかと合わせて複数枚土地を置けるようになるので、うん、ハンドがまあゼロになった後またどんどん補充していく。なるほど。でスタックス側は基本的に反動ゼロにしても全然問題ないデッキで、反動ゼロにした上で罠端を置いて引きこもるといった動きもできる、うん、デッキなので、このギラプールの宇宙着で相手がまあ反動ゼロになる見込みがほぼないと読んで出したんでしょう、うん、なるほど。あギラプールの宇宙着ですね、失礼しました。このデッキもなかなこのカードもなかなか他のデッキでは見ないカードなので、うん、私もあれ2つ目の効果よく忘れるんですけど。絡みつく鉄線とかと本当に強いですよ ね、 そうですね。あれやっぱりそのあまり知らない人って絡みつく鉄線をパスしがちなんですけど、うん、こうなってしまうとあんまり見なくなったカードではありますからね、他のフォーマットですとね。ですね、うん、あと2枚目、いやー2枚目もう高層ビルも打さへんぞと。こうなってしまうとちょっとモックスも出せないし、こうなってしまうと初めの方にシギレーあのマナを出す立てておかなかったことがものすごくたたってる形で、シギレーが、ね、出せていれば全然話が変わってたはずなんですよね。さあとどめのロードストーンゴーレム、ロードストーンゴーレム姉妹制限したからこの強烈ですね。改めて見るとこのカード4枚使えてたらすごいですね。まあそのあたりチャリスが4枚使えたってあそうですね、めちゃくちゃ強いですからね。
さあようやく宮城選手マナベースを回復させてきたというところですが、目測だけでもこの2個かかるというね。こうなってしまうとちょっと他に動くことが全然できなくなってしまうんで、かなりちょっと遅れ感が出てきてますね。で2マナのモックス、2マナのモックス、2マナでもモックスは割と強いように思えるんですが、どうですか、ね、強いですね。まあそんなようなねマナーアーティファクトありましたもんね。なんでゼロマナなんだってね。あのミラージュのダイヤモンドとかは2マナタップインだったんで、ね、ですからね。いやなんタップインでもまあ強いですよね。さあでようやく少し動けるようになったかなっていった状態なんですが、うん、さあこうなってしまうと、この3マナ追加というのがもう重くのしかかってますよね。土地を出してようやくシギレイが出せるかどうかなんですけど、もはやライフがそれを許してくれないんですよね。この状態だと今シギレイのシャーマンすら出せない状態ということですよね。そうですね、ハンドにもう一枚土地があればよかったんですが、ディスカードですね。一応ウィルは構えたけど、まあもうあれですね、ちょっと 手が間に合わないですね。でとりあえずアサルナンデイでとりあえずブロックしに行って、少しでもちょっと動けるようには。そしてで、モクセメラル同士ですね。なるほど。まあ、いっそサファイアでもいいかもしれま、知れないですが。ちょっと高桑さんもミスりましたね。先にリボーカー出しておけば、相手ウィルは打てなかったので、ウィル打ちつつアサルなんで相打ちはできなかったので、さあ、ここでやっとシゲのシャーマン。ただちょっと宮脇選手徐々に盛り返してきてますか、ここで。そうですね、ただこれでまたシギレをして、なるほど、いやらしいですね。これはでこの2点クロックが強いんです。残りは7。さらにシギレが出せればいいんですが、森を引いてますね。森を引いて、で黒マナが出ないですね、これだと。水尾をリボーカーに打ち込みたいんですが、さあ現在抵抗の桶2枚出ているので、全ての呪文が2かかるとですね。でマナベース的に宮脇選手の方3マナしか出ない形なので、はい、とりあえず土地を探しに行きましたね。なんとかフェッチランドを引き込んでますね。ただここでライフは1点払うのが、かなり、あれダブルセットしてませんか。ダブルセットしてますね。ラン、あ、宇宙着で OK なんですね。失礼しました。宇宙着のこと、存在を完全に忘れていました。各プレイヤーですね、これね。そうですね。意外と。ただこれはかなり嬉しいですね。ギラプロの宇宙着、嬉しい感じだったきましたね。はい、ちょっと逆に相手助ける形になってしまったかなと、あ、でもここで3枚目3枚目3枚目、これがここでさらにウィルを切るのか、ウィルを切るかどうかなんですけど、1点払うのがかなり
重要になってきてるので、うん、2回になってしまうわけですもんね。ただそれいずれフェッチを切るんだったらもうここでウィリを切ってもいいんじゃないかみたいな考えをしてるんでしょうけど、うん、ただそうちょっとコメントにもあったんですけど、まあ、アーボーグが出ているので、はい、まあ、一応切らなくても黒マナは出ると。ああそうですね、黒マナは出るのか。さあここは通してバンブルシュート、吸血の強者、はい、何を持ってくるんですかね、うん、ここで2点ペイしてしまうと間に合わなくなる可能性が。何かありましたっけ、ランドを持ってきてハンドにエナフラがあってランドを持ってきたのか。ただこのターンで、あ、大野大地でミシャーズファクトリー割ろうと、はい、なんですかね。で、実は発明博覧会が起動可能になったのでまたちょっと話が変わってきました。なるほど。と言いますと、また世界のルツボを持ってくるとなるか、そういった悪行がちょっとできるようになってきたので。あー、なるほど。でまあ、まず不毛の大地を起動させに行きましたね。ちょっと高桑選手のハンドが残り2枚が罠の橋ですかね。そうですかね、罠の橋とあと1枚がちょっと何かがわからないです、うん、出せてないとこからするとイシュサーの背骨あたりでしょうか、うんうん、ライフ1。さあここでこれは何だ、あっとそこにルツボヒビと呼ばれる、あ、なるほどなるほど、アムナップの採掘、はい、これでだいぶ盛り返しましたね、うん、で、ですが発明博覧会でサーチを行います。何が入って出ましたっけ、ありつやりそうなのが世界のルツボとファイレクシアの変形者でラブナップの採掘者コピーで、うん、こちらも土地を再利用するぞと。個人的にはファイレクシアの変形者でラブナップの採掘者コピーの方がフリーチャーにもなれたので、うん、そちらが良かったかなという気はしたんですが、うんうん、さあこれで、7マナ、6マナですか、7マナ出してメンバー引いた施設団ペイ4かつプラス3マナ切ってますね、ペイ4かつ3マナしてアタックしてゲームセットというわけで、はい、なるほど、ヴィンテージ調整決定、準決勝はスタックスを高桑雄介選手の勝利となりました、はい、おめでとうございます。なかなか熱戦でしたね、最後まで分からなかったですね。